おはようございます、ボスケです。本日のカワハギ釣りは初めての船宿さんですね。三浦半島小網代翔太丸さんにやってまいりました。おはようございます。おはようございます。よくわかったね。わかんなくてドンつきまで行っちゃいました。そうです、ね、で電話してわかんないんですけど、わかんないな。目印、何にも目印がないから。そうなんだよ。そうでおまけにここ、ええ、小屋がないからさ、小屋ってうちが船で受付。そうああそうなんですね。朝飯食わね。えいただけるんですか。いやいや、いただきます、うん、飲み物は俺はあるけどね。あ、自分は大丈夫です。いや、俺だからボスケ君わかんのかなと思って、ここわかんなかったですね。最初だとちょっと迷うから、うん、まここまでは来たんですけどね、うん、ずっと、うん、でこのドンついたとこ入ってくのかなと思ったんですけど、いや、俺何しようかなと思ったんですよ。そんでそこをドンついて止めて、うん、電話しておかみさん女の人出て、うん、ちょっと丸十丸通り過ぎたドンつけにいるんですけどって言って、うん、行き過ぎちゃってますよねって言ったら、うん、あ、行き過ぎてますね。戻って船が5、6隻止まってる、うん、あのもう船長いるから明かりついてるからっつって、うん、で今度戻りすぎちゃって、また向こうのホテルのあれここは曲がれないなと思いながら、戻りすぎだよ言うわ。でまたこっち来て、わかんねえやって、ほんとそんなもんだよ。また丸十丸これ通り過ぎちゃうぞと思ったら、うん、ようやくここのあの隙間見つけて、 ね、あ、ここ曲がったらいいのかな。そうで翔太丸って書いてあったんで、うん、あ、合ってるわ、ごちそうさまです。安い、500円だったら美味しいですから、これ安い、めっちゃ高いやん。はい、翔太丸さんね、初めて行く方向けに駐車場を案内しておきます。丸十丸さんを右手に見て、ここね、ここ左折してください。ドンつきまで行っちゃダメですよ。曲がったらね、すぐ駐車場ですからね。はい、準備ができたらね、荷物を持って船に向かいましょう。階段にね、翔太丸って書いてあります。おはようございます。おはようございます。翔太丸さんね、電車でも来ることができます。ただ朝はね、ちょっと船まで来るのにタクシー使わないといけないんですけど、帰りはね、送迎があるみたいですね。ワカサギ釣りはやらなきゃならない。武器に餌やんなきゃいけねえわ、カメに餌やんなきゃいけない。そうです、忙しい。はい、じゃあ名簿書いていただいていいですか。はい、お願いします。はい、川口なんです。大変ですよね。遠いですよね。朝ね、空いてるから、そんなかかんないですね。結構そう、多いですよね。埼玉とか来るお客さん。あ、そうなんですね。帰りがね、ちょっと混みますけどね。餌のアサリは鮮度抜群ですね。生アサリですね。こうやって鮮度がいいアサリの時はね、塩で締めない方が釣れますね。私はね、こうやって海水にもうシャシャッとくぐらせるだけで、もうこれで使います。はい、それでは1箇所目のね、ポイントは小網代湾を出てもう5分もかかんなかったですね。あ、遠くに見えるのは富士マウンテン。はい、それではね、ポイントにつきましたので釣りを始めていきましょう。このポイントはね、水深結構ありました。45メーターぐらいでしたかね。結構深いですね。はい、それではね、1枚目が釣れるシーンから見ていきましょう。まず誘い上げてから叩き下げて0点で当たりを待ちます。はい、食いましたね。はい、それではね、本日1枚目のカワハギゲットいたしました。はい、それでは2枚目ですね。最高ですよ。もう当たりが明確に出ますからね。叩きを入れて0点で見えましたかね。今竿先クーンってなりましたよね。もう最高ですね。最高。ありがとうございます。キモパン、なんじゃろこれ。ギマじゃなくてね、これはヨソギという魚ですね。初めて釣りました。一応ね、フグ目カワハギ科に属する魚で、カワハギ釣りではね、たまにゲストとして、釣れる魚みたいですね。あー、来ました。お友達です。
あ、本命ですね。本命だね。そうですね、間違うときありますよね。あー本命オスだ、オス。ベラかよ。ダブルですヤマナカゴ行ってきました。ドーム線ね、あったかいですね、ドーム線ね。みんなドーム線だもんね。そうですね、もう氷上で氷張んないですもんね、関東もね。これ今仕掛けをね回収してるんですけど、竿先見ててください。ふわっと浮いて、これ今これ明らかになんかかかりましたね、表層付近だったんで、何だったんでしょうね、魚ね。本人もね今びっくりしてね、うわ何だったんだっていう感じでね、ほらフリーズしてますね。でかーっと持ってかれない上の方で、いや今回収直前。あ、俺もそうする。なんだよ、なんか ねいましたね、なんか針降りてる。え、何だったんですかね。はい、3枚目のカワハギはね、海底を重りでトントンしてましたね。トン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 っていう感じでトントンしてたら、食ってきましたね。はい、かかりましたね。かかってるね。うん、かかってる。ここはね水深が多分 50m 超えてますね、4倍速にしてもなかなか上がってこないですね。肝パンパン、パンパンですね。はい、それでは4枚目見ていきましょう。4枚目もね海底トントンしてますね。3枚目と同じパターンでトントンしながら、0点で当たりを待ってたら、これも当たりは分かりやすいですね。カーンってきますね。はい、かかりましたね。見えました、今クーンってきましたね。今日ラーメンですね。中でお湯を渡せられた。あ、ポットあるんですか。ポットってさ、ええ、あそこにさ、あ、本当だ、うん、あ、ありがとうね。あの下にあるから、あれで沸かせられてたから。あー、ありがたいですね、ありがとう。ここはあのラーメン無料だから。え、ラーメン無料だから。あ、え、そうなんですか、うん、これ食べていいんですか。食べていいよ。サービスいいですね。いいですね、塩田丸さん、いいですね。はい、5枚目のカワハギが釣れるシーン見ていきましょう。まずはね、叩きを入れてカワハギに餌をアピールします。0点で、グーマを与えて、反応がなければまた餌を動かして、はい、食いましたね。パクリン、はい、6枚目はですね、海底トントンの叩きを入れて0点で待って、でふわふわっ
と軽くね、誘いを入れて浅いをアピールして、もう一回ですね、ふわふわでかかりましたね。はい、かかりました。来ました。やかあぎじゃないかなと思って、あ、やばい、寝かかってたんですよ今。ついてんのかな、ここから。カワギでしたね。寝かかったんですよ今。外れたと思ったら、寝掛かり情報、本当ですよ。いいな。タコ、タコだよ、タコ。あ、しかもいいサイズ。なんだよ、ブルブル来たのにな。いいサイズですね。砂ダコっすね、それも。砂ダコのいいサイズ。今日もまたゆでダコが食べられるぜ。全然暴れなかったですね。あ、はい、9枚目見ていきましょう。9枚目はねシンプルでしたね。叩きを入れて0点で待ちます。ちょっとね少し長めに待ってたら当たりが出たので合わせを入れてかかりましたね。叩き0点でフッキングさせました。いいですね、キモパンっすよ。あれ7、8、9、あと1匹ですかね。はい、それではねつぬけの10枚目見ていきましょう。10枚目もねシンプルで9枚目と一緒ですね。叩きを入れて0点で待った瞬間にも当たりが出てフッキングさせましたね。はい、シンプルですね。カワギですね。地合いっす、地合い。そうですね、あんま引かないですね。このポイントもね確か水深40メーター以上あるんでね、なかなか上がってきませんね。竹岡沖の倍ぐらいリール巻いてます。あ、暴れないんですよね。はい、続いて11枚目見ていきましょう。まずはね叩きを入れて0点で当たりが出るのを待ちます。反応がなければね少しふわふわっと竿を動かして誘いを入れてまた叩きを入れて0点で待って、またふわふわ、これの繰り返しですね。硬いですね。肝も入ってますしね。あ、当たり出ましたね。はい、かかりました。カワギですね。11枚目です。目見ていきましょう。まずはね重りトントン、底トントンして、叩きを入れてで0点で当たり待ちます。12枚目もね竿先がトーンって入るいい当たり出ましたね。見ててください。お、入った。あー、かかりましたね。地合いですね。
ましたね。はい、もうね地合いに入ってますからね、13枚目ももうなんてことないです。叩きを入れて0点で待ってるだけで釣れましたからね、見ててください。お、ベラかなと思ったんですけど、やったやった、くそー、あー悔しい。はい、14枚目ね、これもパターンですね。叩き0点でもうすぐかかりますからね。もうなんか上にかね、スレだ、スレスレですね。口のはもう取れちゃってます。あ、一応かかってますね、ええ、もうつ抜けたしいいかな、もう腹減ったしね、いっちゃいましょうラーメンタイム。今日はね、カップヌードルの濃厚豚骨味を持ってきましたよ。ラーメンのね支度も終わってキャビンを出たらね、こうちゃん先輩が川揚げ釣り上げてましたね。こんなねいい地合いの時間にねラーメンにお湯入れて食ってるのなんかね私ぐらいですよ。釣りしろ釣り。いやー見てください、この湯気、沸かしたてのお湯で作るカップラーメン最高っすね。見てこの湯気を。それじゃあ頃合いなんでいただきやーし。うまそきえだよ。カワハギっすね、カワハギだ、ガンガン、いやそんな大きくないっすね。あれ結構叩いてたのにな、いつ外れちゃった。残念、さっきまでのあのあんまり引かないやつに慣れちゃってついてるかと思っちゃいました。お、もう一回行きましたよ。バレるなよ、バレるなよ。待ってたっぽいですね、外れんなよ。あ、ついてるついてる。あ、ダブルだ、ダブル。あっち。よいしょ。やったー、ダブル。ダブル。しかもいいサイズで。いいですね、両方押す。はい、それではね17枚目見ていきましょう。まずはねふわ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 とアサリをね揺らしながら誘い上げて、この後ね叩きを入れながら誘い下げですね。重りが着底したら、0点で当たりを待ちます。ベタ投げですねそれにしても。
はい、当たりましたね。はい、合わせました。かかりましたね。本日17枚目のカワハギです。来ました。はい、それではね、本日は17枚目を釣り上げたところで終わりの時間が来てしまいました。お疲れ様です。はい、それではね、カワハギをきれいに並べて、今日はね、おかげさまで、サオカシラいただきました。ちょっとこの辺入って、はい、いただきます。はい、はい、ありがとうございます。どうでしたか、初めての城ヶ島。あ、城ヶ島良かったですね。いいでしょ。いいですね、やっぱ深場狙うのは。そう、景色も綺麗だし、景色も綺麗だし、キモパンですね。餌がいっぱいあるんですかね、やっぱね。いいと思うよ。去年は今年に比べれば今年は釣れてる方だよ。あ、そうなんですか。去年とかさ、続けできればいい方だよって、なかなかてっちゃんに言われてたもんね。でもだってトップ40枚超えとか2回とかね、あったりしてるから。そう、40枚超えあったから。40枚超えね、いい方だよ。だから裾で17だからね。だって初心者で7枚とかね。そう、あれ初心者でしたね。あ、どうもすいません泣きそうです。泣きそう、泣いちゃダメですよ。あ、ありがとうございます。あ、すいません。エミちゃんさ、3日はボスケ君大丈夫みたいなんで、8人。すいません、はい、私も伸ばされちゃう。硬い。伸ばします。ありがとう。また3日。これも最後。なんすか今のかっこいいやつ。え？なんすか今のかっこいいやつ。いや、コロナだから。ハグはできないんだ。あ、そうです。じゃあまたね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。はい、それではね、2020年釣り納めは翔太丸さんで竿頭いただきました。終わりよければ全てよし。年始の初釣りはね、1月3日、また翔太丸さんからスタートしますんでね、また動画作りますんで、ぜひ見に来てください。